はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ第6回やっていきます。ワインボトルを手に入れて、でワイン室で、なんか隠し部屋、隠し通路の、先を見ていくところからになります。でここにあったガンパウダーは拾って、でさらに奥があって、てかさ、なんか先全然なかったわ。ここでなんか手に入れんのか。中庭の鍵、どれそれ。またちょっと、じゃあここはこれで終わりみたいです。中庭の鍵ってどれだ。白内部ドミトレスク城、いやわかんねえ。一回下に降りよう。ただ鍵を手に入れたことにより、また何かのフラグが発生して敵が出る可能性があるんで、それは注意しよう。こっちじゃねえし。で最初に会ったハエ女と倒したハエ女は多分違うやつだよね。あいつがしくじったから結局2番目のやつが出てきたっていう感じだから、あ、こっち行けそうじゃない。中庭って仮面が結局まだ1個も手に入ってないんだよね。あ、ちょいちょい、これ仮面を与えよってやつか。ん、中庭どこへ通じて、あ、びっくりした、デューク。これはなんか球体、タイプライターとかで、中庭は独房、これキーピック、ショットガンの弾だったんだよね。メインホール、ロビー、こっち。場所がわかんねえ。でこう来て、行けてないところといえばでもこっちの方だもんね。こうやってエレベーターじゃん、よく見れば。どこだ、ここ多分仮面やんなきゃいけないとこでしょ。でデュークでしょ。ここも完全に閉まっちゃってるから外には出れません。まあ中庭って書いてあるから、あ、食堂、あ、ここか。 OK、 じゃあ早速ちょっともう一回調べよう。3姉妹、カサンドラがしくじったって言ったっけ。ベイラ、ダニエラ、覚えられん。でガチャッと来て、お城案内する。マジかよー、逃げろ、正面で逃げやがった。でガチャッとやって、早く開けろ。よし、お、ここ寒いんじゃん。ここで勝負だ。決める。弾がねえ。あ、追ってこない。諦めんの早いな。でこっちはなんか紋章みたいなのがあるからいけなそうだよね。いけない、鍵。ちょっとライオンっぽい感じ、わかんねえけど。ドミトレスクの鍵じゃん。え、こっちは、あ、特になんかあるわけではない。でアイテム自体は中庭に結構あるな。結構っていうか個数とかわかんねえけど。ガチャっていける。あ、いける。ん、どこだこれ。食堂に戻ってきちったよ。あいついねえし、もう一瞬で出てきて一瞬で去ってった。ん、暗い。こっちへ、まあいけるっちゃいける。でこういうとことかにね、アイテムが埋まってる可能性があるんだけど、行ける場所とすれば、でもあとはもうここのくぼみに何かがあるんだっけ。ん、これはなんだ、なんか扉なんだか壁なんだかいまいちわからん。そしてアイテムが全然ないけど、まあ行くか、先へ。こっちの扉の先かな。
てか気づかないのかよ。戻ってきたりして。ここはちょっとナイフに切り替えてある程度あさろう。また引き出しとかはどうだろうね。これ開くことはできない。こっち側もまあ特にはあ、ある薬液くらいかなくらいだね。上行こう。ドミトレスクの前に絶対3姉妹先に倒すことになるから、やつがどこへ行ったか。この壺は壊せる。ショットガンありがたい。ショットガンの弾はもうマジで今欲しい、まあ、ハンドガンもさ50発くらいあるけどさ、もうすぐ使い切っちゃうからね。敵を1人倒すのに10発以上使うから結構部屋があるな。よく私の娘を痛めつけてくれたわね。どこだよ。ただ叫んでるだけ。俺に気づいてるわけじゃないんだ。あ、なるほど。これもういけない。ただお怒りのようだ、かなり。お、地図じゃん。お、すげえ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 。で、ここがなんだこれ、沐浴場。え、なに、お風呂ってこと。行こう。ちょっと待って、なんかあった今。こっちも扉ではないか。おお、風呂入ってない。くそ、これ用はねえな。じゃあ、いや、なんもねえ。あれ、なんかしかもびっくりマークがあるんだけど。これ何、調べる。像回転、ちょっとわかんねえ。これも調べられんな。像回転。うわ、ちょっと待って、さすがに。なんか入りたくはなかった、別に。ノーヒントか。ちょっと待って。男と女が目を合わせてはならない。卑しき農民は誰にも見向きされず、女を見ることも許されない。なるほど。まず男と女を、うん、これは貴族っぽいよね。これはこれなんか、侍女か。でもこれ男。あ、これが農民か多分。でそうすると男と女が目を合わせてはならない。農民は誰にも見向きをされない。女を見ることも許されない。だ、農民は誰も見てないんだよ。で男と女で、女ばっかりだから、まずこいつをこっちにしよう。で次女はこっちを向いて、ちょっと待って待って待って、こっちを向いて、でこの人は誰にも、違う目を合わせなきゃいいんだから。はい、農民は誰にも、ちょっと待って、もういちいち鬱陶しいんだけど。見向きもされない、別に見てなければいいんでしょ。目はどっち向いてるこれ、そもそも。これだってこっちとこっち向いて、え、目を合わせなきゃいいわけだから、ドミトレスクの方見る。ドミトレスクかどうか知らないけど、でもこれ農民の方見ちゃってるよね。できたらなんかガッチャーンってなりそうな気はするんだけど、ちょっともう一回見よう。あ、
女を見ることも許されないか。なるほど、わかりました。あとこいつか。じゃあこいつをその馬の方に回転させればいいんだ。ほら来た。なんかさ、風呂の、待ってめっちゃ揺れてんだけど。え、ああ、なんだ、風呂の水抜くのに大層な仕掛けだなって思ったけど、テラス行けんのかな。ちょっと気にはなる。こういうところにアイテムが、あ、落ちた、しまった。ナイフでやろうと思ったのに。弾、からの、よし、ガンパウダー、青い。あ、完全に行き止まりか。あー、テラスに出れるわけではないんだな。じゃあアイテム取ったことだし、下へ降りていきますか。結構地下が多いな、この左のさ、指がないのによくこう支えが効くよな。慣れっこなんかいな、もうこいつは。え、なんか動いてね。あ、これもしかしてさ、破壊する用のあれなんじゃん。なんていうの、なんとかくんみたいなやつ、今までのバイオシリーズの。トーテム発見。え、最初のやつもじゃあ壊しちゃってよかったんじゃないかな。まあでもね、あのノーヒントで全部見つけるのはかなり至難の技なんで。なんでここは。まあ見つ、おいおい、なんだ、え、水がせり上がってきた。そんなことないか。いや、また不気味なところに来たな。狭いな。これはスクラップ。一応明かり来たな。え、敵ではない。水辺だけど足場がね、悪いって感じはしない。動きにくいとか。そう、敵がいつ襲ってくるかがね、あれだからね。金、しかしハンドガンちょっと強くなった。なんか大幅に上がるって書いてあったからさ、なんか倍くらいになるのかなと思った。うわっ、来た。これ蹴りできないのかな。押した押した、強くなった。確かに少し銃弾使う。ん、なんか動いてるよね、やっぱりな。ちょっとあっちから行くか。後方の腕が立つ。どっから来る。ちょっと待って、こっちから狙えないか。え、どっちから来てる。こっちかい。頭を狙いたい。痛い。しかし近ければ。結晶化した頭蓋は結構落とすんだね。多少ダメージをもらってしまった。回復薬は1個あるけど、ハーブ、ハーブは4つ、薬液は7個か。まあ、余裕はあるな。でこっちに倒れ、くそ、まあ一体一体だったらまだなんとかなる。頭に、ちょっと待って、ガード、押し返す。え、何、倒した。最後の一発いらなかったな。これは、ちょっと待って、ハンドガンの弾。え、これ何、どこどこ、ホールドして。いや、いまいち謎だ。
だ。あんまり動きすぎると敵がどこにいるかわからんかった。いた、あっちか。やばい、剣は少し前を取ろう。ちゃんとあの剣拾えよマジで。絶対役立つでしょ剣とか言ってナイフより。敵は倒しながら来ちゃってるけど、よしショットガン。うん、こいつはなんか絶対どれか敵になるよね。いや、まだアイテムあるか。キーアイテムをさ、取り逃してないかがちょっと怖いんだよね。さっきっていうか、まあ、前回のワインボトルみたいに、あれ取り逃してたら多分結構めんどくさいことになってたから、え、どこだよってなってて、まあでも結局探すのはアイテムを取ってないところに戻るから、分かりやすいっちゃ分かりやすいのか。言うてもあと今のさ、この段階でさ、全てのアイテムをさゲットできるのかどうかっていうのがね、分かんないから、分かんないから分からん。あれ、これはこっちから来たんだよね。これ何、これ、あ、ちょ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 、こっから降りてきたのか。あ、そうだ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 、こっちから来たんだ。で、こっちから来て、で、今こう戻ってきたんだ。で、こう来て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 、あ、多分、敵は倒し尽くしたと思う。これなんかこっち気になる、何これ。なんかある？なんで青くなってんの？ん？なんかいける？隠し部屋的な。で、こっち。で、結局この先になるのか。行こう。誰が来ようとハンドガンに切り替えとこう。うわ、来た。しゃがんだ、超たまたま、ちょビビってしゃがんじゃっただけなんだけどさ。しぶとい。10発かからないくらいか、78発だね多分。うまく頭に直撃させればもう少し5発くらいでいけるかもしれないけど、結構動きが素早いからね。あ、なるほど。で、結局ちゃんとさ、リックルをさ頭に当てて、今2人いなかった？ 2 人いると結構もうこうなるんだよ。しまった。いや、マロックは、ちょ待って、ちょっととっさに、とっさに、ほら。いやあ、弾が、金、もうこいつマジナイフでなんとか撃退できればな。だいぶ銃弾の節約になるんだけど、そこまでの技術はさすがにないな。回復薬余裕があればいいかもしれないけど、別に細かい道順まではなってるわけじゃないんで、でこいつらなんか水の底にいるからね、突然こう見えないところから起き上がってくんだよね。で、先か、どうする、まだアイテム全然取ってねえな。ちょっとだけ、ちょっとだけ見て、もう分かんなければいくか。
こっちとかも、まあ、でも木箱は壊したしね。なんか床に、床っていうか壁に埋まってるもうキランとかだったらわかんねえかんな。でもこれさ、やってなんか宝石落ちてくるとか。おスクラップがある。よしこれかな。あこれでここは大丈夫かっていうと、じゃあこっちか。またあそこの境目がわからん。謎だ。こう来て、こことかも関係ないっしょ。こう来て、まあ一回行こう。こいつナイフで倒す。一旦ダメ。うわっ、全然ダメだ。食われた。最悪だ。使おう。倒した。よし、金になればもう倒したってことだからね。今度はハンドガンの弾がねえよ。もう金は増えたけど、ちょっとデュークからやっぱりハンドガンの弾買わないとダメか。エレベーター結構早くね。どこで出てきた。あでここで出てきたのか。ちょっと待って、こっちのくぼみ、やはりな、ハーブ、何かがあるとは思った。ただ今は普通にハンドガンの弾が足りなくなってきた。ショットガンは12発。やはりナイフで戦わないと無理か。えこれここ行くのマジかよ。ボロすぎだろ。ん電話が鳴っている。なんで取んないの。いや取れよ。マザーミランダ、残念なご報告なのですが、ハイゼンベルクは愚かにもイーサン・ウィンターズを逃したようです。奴は今私の城に踏み入り、娘たちの手を焼かせております。もし見つけたら。いえミランダ様、儀式の重要さは私も重々承知しております。必ずやご期待に。ガチャ切りはダメだよ。上司相手に儀式などしたことか。ドミトレスク家にあだなす者は決して許さない。相当お怒りですね。一応生かしておいて儀式に使うから捕らえよっていうような命令なのかな。ハンドガン、よし OK。 10と9か。でこっから入って、ちょ待って待って待って、むちゃくちゃいるやん。は？お、びっくりした。ドレスか。立ってんのかと思った。でこれ何。ミランダお母様に呼ばれる。巫女の父の処遇を話し合い、血のつながりはないとはいえ、奴らと兄弟扱いされると無実が走る。特にハイゼンベルク下品。お母様が止めなければこの手で引き裂いていた。なぜお母様は私を奴らと同じに扱う。いや所詮同列だろ。城を与えてくださったのも、従順な娘や不死の血肉を与えてくれたのも、私が特別だからじゃないの。喉が渇く。大変ですね。ちょっと吸血ピュ、あどこ、ドミトレスク。よっしゃ、これ結構いけるとこ増えるんじゃね。でこことりあえずショートカットになりました。きた。見つけたわ。終わった。あんたの娘はここにいないっていう。まったく。そうだ、どういうことだ。
か。ちっぽけなネズミの分際で小賢しくも私の城に入り込み、そればかりでなくその薄汚い手で娘たちに手をかけ、今度は私の大切なものまで盗もうっていうのは冗談じゃないわ。そこで待っているがいいわ。地獄の底まで追いかけてその体を切り裂いてあげるから。つくしよ、何とでも言え。そうだ、この野郎。ああ、ちょっと先調べたいとこあったんだけどな、落とされてしまった。ここってよく落ちるな。で、これはどこなんだ。ガンパウダーで、布の中とかはここなんか置いてあっても良さそうなんだけど。ナイフ、金で、こっから行くのか。なんかこういうの多いよね。ほんとどういう作りしてんだろう、ドミトレスク城。なんかあったね。これは上に上げてんのか。上に上げて電気が通るのか。アイテムはなさそうだから、もう行くか。その敵だけいきなり出てくるのが怖いからね。うわ、地下牢を、ここは広いな。地下牢、牢屋も多くない？どこにアイテムが眠っているか。地下牢ってことは、でも牢屋に入れられたやつらがいそうなんだけど。あれ、またスイッチか。いった、うわっ、また手がなくなったよ。バラバラに切り刻んでやる。かわいい我が子に会う前にね。はっ、ドミトレスの城を荒らした罪を思い知るがよい。なんもできねえよ、だって。いや、しかもだって、あ、もう武器を出すこともできない。だから地下牢、ここはもう行けなくなってたから、レバーはでも開いたはずなんだよね。こっちへ逃げんのか。とりあえずダッシュだ。走ることはできる。で、いや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 、生きてちょっと待って待って待って。で、なるほど、あくまで逃げ切れってことか。いいだろう。やつは図体がでかいゆえそんなに速くは走れない。そしてちょっともうアイテムとか気にしてらんねえかんな。あ、マジかよ、それはずるい。さっさと終わらせればいい。ちょっと待って、どう来た。ここが開いたってこと。そうでしょう。これさ、もう周りが一人称視点ってほんと怖いよね。周りが見えないから、自分の目線でしか見えないからさ。あ、かけろ。よし、開発した。で、これ仮面1個。いくら逃げようとしたって無駄よ。いや、武器使えんからな、いい手がない。やるか、くっつけろ。くっついた、万能回復薬。イーさん、これあれだな、もうバイオセブンの時から不死身になってんな、こいつ。殺しろ。あ、で、ここに出てきた。城から脱出する。そうか、もういないってことが分かったから、
脱出しなきゃいけないんだけど、ただ鍵を手に入れたからね、こことかちょっと行きたい気はするんだけど、食堂へ逃げていいものか、この先へ、なんだ、なんだ、声というか音、あ、いる、こいつらか、どこから出てきた、ここ落ち着いて弾を無駄にしないように頭部を確実に狙う。倒した、4発、悪くない。開けよう。だってリュークのとこに借りてんだよな。うん、ちょっと進んじゃってんな、だいぶ。一回食堂からデュークのとこに戻りてんだよな。弾変えるしね。あ、地図がある。さらにドミトレスク城別館、え、別館に行くの。こっちは歌劇場っていうとこに出ちゃうな。うん、どうする。すげえ戻りて、戻るときに敵が出るかどうかだよね。え、あいついるな。ちょっと、裏から回れね。配置されている。今のうちに頭部一発。見えねえんだけど、あれ。周りが白くて。このカクカクってなるその動きがすげえやだ。よっしゃ。しまった。頭蓋。いけるか、行っちゃっていいか。パパパッと抜けて。わかんねえけど、もう行くしかない。そのまま真っすぐ。デューク、デューク、俺の癒しよ。うわ、俺はご無事で何より。どうでしたか。ローズはいなかった。それは何とも残念でしたな。まあこの城を出る頃にはまた道も開けましょう。何か必要なものはありますかな。ご愛顧に感謝しまして、新しいサービスをご用意しましたよ。新しいサービスって何？まあ、ごゆっくり見ていってください。アイテムが増えたってこと？てかライフルないんだけど、ハンドガンの弾ね。ショットガン。装填数、大幅にアップするってさ、言うてもだからね。物資の確保は何よりも重要ですよ。間違いありません。うん、それは間違いない。わかる。金それなりに手に入ったから、これ売って。霧も積もれば山となると言いますしね。トルソー、売るか。5000円。売ろう。はい。やる。キーピック、ショットガンの弾取りに行く？銃のカスタムも受けたまわりますよ。もちろん良心的な価格で。とりあえず150円で15,250円。ソールドアウトになった。ソールドアウトになるんだ。ショットガンの弾5000円か。ちょっと5000円は高えな、やっぱり。で、作れるっちゃ、そうだ、まだ作れるっちゃ作れるんだよ。140か、10上がったところでどうなの。だったらやっぱちょっとショットガン鍛えたいよな。560がさ、640になるのはマジでかい。 10% くらい上がるのかな、攻撃力。装填数7、いや、威力だな。行こう。この程度のカスタムでしたらすぐにできますとも。まだ部品があれば
あげられるけど、とりあえず今のところは何くらいか。何買うんで素敵な旅になりますよ。まあ少し絨毯補充して、あとちょっとキーピック余ってるっちゃ余ってるんで、ここのキーピックだけ取ってショットガンの弾補充して、またちょっと次回やっていこうかなと思います。で、電気は通ってないのかな、さっきのところで。ここの先とかもね、まだ行けるし、まあ、こっちへ行くべきなのか。ドミトレスクのね、鍵を手に入れたんで行けるところが増えたとは思うんですけど、まあちょっとそこら辺も気にしながらやっていこうと思います。という感じで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。キーピックで、ショットガンの弾を取りに行って終わりにします。ここ開けて、食事前のいい運動になるわ。終わったデュー君とかに行こう。ちょっと待って、もう終わりにするとか言って、デューク、デューク、安全だ。じゃあ終わりにします。